こんにちは、カメマルコです。はい、皆さん、本日の動画はですね、今年の爬虫類の日光浴に関しての動画になります。はい、まあ、いろいろね、配慮している方は大丈夫だと思うんですが、ぜひ今年も日光浴をしているとか、これからすると予定されている方、ぜひ見てほしい動画となっておりますので、よかったらご覧ください。ということで、今日は爬虫類の日光浴に関してのお話なんですけど、まずこちらを見てください。はい、これが私の家の玄関前のコンクリートなんですが、よくさ、コンクリートとかでね、ワンちゃんを散歩させるのも、もう今の時代じゃ肉球が火傷しちゃうとかで危ないとか言われてるんですよ。言われてるんですけど、それはね、爬虫類も一緒です。爬虫類もいくらバスキングスポットへこういろいろ暑いところにいるからといって火傷しないわけはないんですよ。はい、今やってみると、お、結構熱っ、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 熱いね、熱いっす。いや、めっちゃ熱い、無理だわこれ。なんで、普通に爬虫類だから大丈夫と言って、こんな熱々のひでったアスファルト、コンクリートの上を爬虫類を日光浴、散歩などさせるのはおすすめはできません。はい、爬虫類だから大丈夫ってことはないんですよ。で、コンクリートとは違って、まあ、お庭とかで日光浴とかお散歩させる方、はい、土はですね、やっぱりコンクリートと違って土はすっごい熱々っていう、コンクリートと比べたらないんですが、土でもだいぶ熱い、これ。いや、普通に熱いわ。うん、体感で言ったら50度ぐらいあるんじゃないかな。全然向こうはそれよりもっと上だけど、いやー、ててて、うん、この秒数でしか耐えられないわ。で、前、数年前とかは日光浴をさせるために夏とかは散歩させたり、またはこういう日光がさしてる時に、例えば虫かごとかなんかケージとかに入れて、それを外に出して日光浴をさせるとかもあったと思うんですが、もうね、今の時代はそれは向いてないと思います。私はむしろ家の方が安全安心健康、もうこの暑さじゃ無理だと思ってます。はい、やっぱ結構勘違いする人が多いんですよね。爬虫類は暑いのが好きだし、まあ、他の生き物と違って、バスキングスポットっていう暑いライトの下に日光浴とかもするので暑いのは大丈夫って勘違いしてる人もいると思うんですが、そんなことはないんですよね。もう全然カメでもこれはね、難しいです。多分今のこの気温と天気で、私がカメを10分も出してたら多分体調悪くなると思います。もう前は10分の日光浴って言ってたけど、今日みたいな日とかこういうコンディションじゃ10分も無理だと思います。で、どう日光浴させるか、今はね、お昼の14時です。暑い時間ですね。なんで時間的にはこういう時間は私は避けてます。はい、そして、はい、お水ですね。まあ、日光浴や散歩をさせるんだったら、やっぱり水をまいて冷やしてあげるってことが大事です。もしたらここで散歩させるんだったら、もうお水で地面の床を冷やしてあげる。こうやってやったってね、多分またこんな時間ですからすぐにね、この水乾いちゃうと思うので、まあ、この行為を、まあ、夕方ぐらいにやって、はい、水がめちゃんたち最近ね、もう暑すぎて結構水の温度見ながらやってるけど、よし、周りにやってね、はい、うちの中庭にやってきました。こちらね、中庭は見ての通りこんな感じなので、ほぼ日光が直接あんまり当たる時間が少ない、中庭になります。うちのね、ちょっとね、時間が経ったんですが、今日はね、なんと35度で、もう全然涼しくならないので、これ多分7時とか夜にならないと難しいなぐらい暑いですので、今日は去年こんな感じで中庭に解き放ってたベルセオレを解き放ってみたいと思います。ニワトリがね、共存できるのかな、どうなのかな、見ながら、つっついたりしたらすぐニワトリを入れる予定なんですが、日光浴散歩させたいと思います。はい、ということでベルセオレガメたちをね、置きました。じゃあ、じゃじゃーん、ベルセオレガメは水が大好きな、リクガメちゃんになります。さあ、早速水浴び、させて、そしたらね、中庭ももっと涼しくなりますから。はいはいはい、あー、そっか。
ち行っちゃダメよ。これじっとしてる感じじゃないな、多分。嬉しいね。嬉しいね、お外ね。よいしょ。いやー、ここめっちゃ涼しいけど、涼しいけど暑いね。汗がいっぱい出てくる。うわー、ポンちゃん嬉しそうねー。走り回って。大きさも変わんなくなってきたね、ポンちゃんの体とベルちゃんの体。嬉しいですか、お外は。ニワトリがちょっかい出さなければね、このまま共存させてもいいけど、まあ無理だろうな、多分。ニワトリはお水出したら奥行っちゃったね。お、なんだ。競争してる競争。初めて見たニワトリの感想はどうなんだ。カメどう。不思議そうに見てる。不思議そうに見てるだけだね。いた、ポンちゃん遊んでるね。やっぱどんどん年々ね、外にあんま出せなくなってくるけど、少しは出してあげたいものですね。今2人の寝床来ましたよ。じゃじゃん。本当は囲うタイプがいいんだけどね。こんな感じでーす。ということでね、お家戻ってきたんですが、外に出られた後だからか活発で、すごいね、みんな元気に動いてます。はい、いやーねー、やっぱ少しでも外に出してあげて、本当に日光に当てたいっていうのはね、やっぱり本当にご親族思うんですけどね、やっぱなかなか難しい時代になってしまいましたね。君たちも本当はこのね、バツキングスポットじゃなくて浴びたいよね。少しでも楽しんでくれたんだったらよかったかな。まあね、だからこう日光浴が何でもいいってわけじゃないですのでね、皆さん今年の夏、本当に8月はさらに暑くなりますので、日光浴ね、普段は大丈夫だからといって、この朝大丈夫、普段大丈夫だからといってね、絶対大丈夫なわけではないのですから、日光浴を爬虫類、外でさせる際には本当に気をつけください。まあ、私はあんまり外の日光浴は今年はおすすめしてません。はい、リスクの方がでかすぎるからね。ということで、皆さんはどうですか、今年の日光浴はどんな感じで工夫やされてる、してない方、されてる方、してない方もいると思います。ぜひ皆さんの意見もお聞かせください。この動画を見てね、全くそんな心配の概念なかったみたいな方がいたら、少しね、考え直してくれると、危機を回避できるんじゃないでしょうか。はい、ということで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントの方もぜひぜひお待ちしております。以上、亀丸子でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。